実はまだあるんです。今度は、うん、ガチのパフをちょっとだけ巻き直してあるやつとか、当時のパフ直してる人が、うん、パフジャンクボックスみたいなとこからこう組み合わせて作ったパフっていうやつがあります、うん、お楽しみに。なんかもうやめてよ、耳がもうすごいパフパフしてるこれは片側をちょっと巻き直したとかだっけ。そうですね、ちょっとどれぐらい巻き直したか、そう、どれがどうだかっていうのはちょっともう定かではないんだけど、うん、片側だけちょっと巻き直したり、うん、パーツボックスにあったようなやつを組み合わせて作ったっていう、だから一応なんていうの、ほぼパフみたいな、ほぼパフなので、あの素材は本物です、完全に。そうだよね、うん、あれですか、クンクンチェックしますか。あ、してます。してます。はい。でもさっきのマックスパフも同じ匂いしてたよね。うわ、してるわ。してるでしょ。もうだって、行きたくなっちゃうもんね。なんかもはや。チーズの。あ、知ってる知ってるみたいな。はい、で、これもう、変化とか。ほんと曲がってきてる。うん。落差が。なので、結構出どころはちゃんとしっかりしてて、ほぼ間違いないんだけど、これテープとかはその、新たにね、うん、巻き貼り直されたりとかしてるというものです、うん、これでも見た目ガチだね。しかもこれゼブラだからねどっちがどっちとかあるんだっけ。黒が57年後期、ほうで、ゼブラが59年、これ抵抗手は貼ってないかな。あ、結構高いね。 8.13、黒の方が 7.2。 結構全然違うね。で、うん、やっぱばらつきがあるっていう、まあ、ちょっと多めに巻いたとかね、うん、ちょっとまあその辺がもう定かではないんですが、いやどうなんすかね、本当に疲れてきましたねいやー沼深すぎない、やっぱさ見えないもんだからね、うん、でもだからこれは限りなく本物である。まあ、本物を巻き直したんだよね。そう。一応その材とかもその当時結構昔らしくって、うん、まだその手に入る頃で、うん、そういうのを使ってるたらしいけど、ね、うん、え、逆になってるあやっぱりはね、一番近い、ね、近い
むっちり感がある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 よね。だ本物のムードがありつつ、もうちょっと若い感じがあるかな。はい、なんか筋肉がまだ見えるっていうか。あ、なるほどね。なんかボディービルのおじいちゃんいるじゃん。ああいう感じじゃない？俺たちが知ってるパフはなんかさ、もう亀仙人みたいな。あ、亀仙人のこう、ムッキってなった感じの。あれは薄いよな。違います、うん、なんとこれ売ります売ります。え、そうなの、はい、今までの、はい、パフは全部ここまでお膳立てだったんいや疲れましたよ正直。疲れましたよ。これはしかもヤフオクに出品します。お、一個ずつ。そうだね、はい、いくらまで行くんだねえ。まあただそのなんていうのリペア品だから、うん、あ、そうだね、うん、そこだけは注意してもらって、あの出所は割とちゃんとしてるし、音もまあちゃんとしてるけど、うんうん、あの修理品とかそのテープが変わってたりとかはするんで、うん、そこは気をつけてもらって、またこの動画をアップした時に、そうですね、概要欄に、概要欄にヤフオクのページを作っておきます、ね、はい。すっげえ、いくらまでいくんだろう。最近なんか肩代わりワンドとかのやつが20万ぐらいなんですけど。ああ、でも音聞けるからこっちは、こっちは音聞けるからね、うん、安心だよね、うん、でかなりいい線、いい線いってるっていうかかなりパフってる感じあるから、うん、ちょっとやっぱムチリがある気はするけどね、うん、でもまあこれもまた経年でちょっと良くなっていったりするのかね、うん、枯れてくるっていうか、うん、いやーどうすかこの一連の流れ壮大なストーリーが壮大なストーリーが出来上がりました。疲れましたということで、はい、ヤフオクに出品しますんで、出品しますんで、はい、今日から1週間、はい、もう絶えずみんなチェックしまってチェック、はい、誰がいくらで買うのか、はい、楽しみです。はい、ファンコイさんでした、ありがとうございました。